Ni hao. Hola. Kumusta po kayong lahat? Bonjour. Mahalo. Kasumasa. Buongiorno. Konnichiwa. Kia ora. Hola. Salo palava. Apa kabar? Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1. Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management, staff or its volunteers. Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1.皆さんこんばんは、 DJ ジュンです。こんばんは、 P です。こんばんは、ヨーコです。チホです。今さらーっとね、あれなんかワクワクラジオこんなに人いたっけという感じで、ヨーコですって誰、ヨーコ結構いるけどもって感じですけどもね。最近多いですね、イントロ人数が。そうなんですよ、最近ね、おかげさまでね、ワクワクラジオね、いろんな方がね関わってきていただいて、今回あのスタジオに遊びに来ていただいたヨーコさんっていうのは、以前実はねインタビューさせていただいた、テーブルランドにお住まいのね、方です、はい、寿司サイロというねお寿司屋さん、うんうん、もう5回ぐらい行ってますけども、アサートのねサイロセンターでしたっけ。そうです、ね、にあるサイロ寿司さんで今、お寿司屋さんを経営されている、陽子さん、そして、千穂さんは、ジャパンデーオホープで、はい、皆さん多分行かれた方は記憶に残っているかと思いますけども、非常にソウルフルなサックスを演奏された千穂さんに、今回スタジオに来ていただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてこの後実はですね、インタビューも入ってますんでね、はい、僕もね本当に当日演奏を聞いて、もうこれはインタビューしかないなと。インタビューの後には曲も、曲もあるという、はい、ね、あの時いた方、そして、あの時いらっしゃらなかったも、ぜひこのインタビューを聞いて、千穂さんの演奏を聞いていただければと思います。はい、ね、ということでね、いつも忘れちゃうんで、ちょっとこの辺でですね、今日のプログラムをちょっと P の方にね、前回忘れちゃった。早いね。早いですか、はい、忘れないうちに。はい、今日の内容は、今日の内容は、この後すぐに、千穂さんのインタビューが入ります。で、その後、新コーナー。新コーナー、はい。翔子さんの健康トーク。おぉ。なるほど。はい。が入りまして、あとレギュラーの本トークとコモトークになっております。なるほど、新しいことがまた始まるわけで、しょうこちゃんね、最近もう最近じゃないか、3ヶ月ぐらい前かな、プロのね、ホメオパシー、違うじゃないです、ナチュロパスです。失礼しました。惜しい。あー、これなんか緊張すると間違うんだよね。緊張するとホメオパスとナチュロパスが間違ってしまう。失礼しますので、惜しい。全国の、ナチュロパスの皆さん、本当に大変申し訳ございません、はい、ね、これで印象バッチリだね。印象バッチリ。はい、ということでね、千穂さんどうですか、はい、ケアンズ。いや、もう初めてで。初めて、はい、オーストラリア初めて。オーストラリアどころか南半球初めてです。南半球初めてなんですか、はい、グアムも行ったことないの。あ、グアムは香港とか、あれ南半球、あ、違うか、北半球ですよ確か。あ、そっか、失礼しました。いいえ、ね、そう、初めてです。なるほど、どっから、ね、そっか、北半球か。なるほど、そうなんですよ、初めて、初南半球、はい、でケアンズ、それが、はい、すごいですね。すごいです、ね、どうですかケアンズは。なんか今のところさっきも言ってたんですけど、うん、なんかね、木とか優しい、木が優しい、うん、面白いですね。なんか枝とか木のなんていうこう、あ、なんか感じがオーガニックというか、そうで、なんか自然がやっぱりなんかこう原始的で好きですね。おお、早くも原始的というワードを見出した。な、木の木、そう、だからその演奏の前に、うん、すごいこうオーストラリアの大地とつながって演奏させていただきたいっていうことにすごい感謝して演奏させていただきました。これはもうぜひですね、まあ、ケアンズはね、実は世界でも珍しい2つの世界遺産がある都市なんですよ。で、1つはグレートバリアリーフっていうね、はい、1つが、で、もう1つが熱帯雨林なんですね。で、熱帯雨林っていうのは何でかというと、世界最古で世界遺産になってるんですよ、まあ、世界最大がアマゾンなんですけども、はい、なんで1億2000年前からずっと絶えずにある熱帯雨林があるので、今最古、つまりっていうのは
結構当たってる。ヨコちゃん連れてって、うん、行くって言ってた。それ世界最古なんだ。世界最古1億2000年前白亜紀、恐竜ティラノザウルスとかステゴザウルスとかいた。やばい、恐竜大好きなの。恐竜大好き。あーもうこれはもう DNA から呼ばれましたね。 DNA からもこう演奏にもねまた影響があるかもしれない、うん、あー嬉しいですね。ぜひもう世界最古の森でサックスを吹いたらば、うん、もう聞いたことない、聞いたことあるのか、多分ね、動物たちはもしかしたら誰かがサックスで吹いたかもしれないもんね。世界最古の森で笛吹いてた。笛吹いて、うん、だからもう、ね、そういう意味で本当ケアンズに来れたこと本当感謝してますね。うん、うん、結構ケアンズはもう一つね、鳥、野鳥というか、うん、鳥の種類が、鳥大好きです。鳥です。あ、もうこれはもう鳥とサックスのコラボしてください。本当なんか鳥が寄ってくるんですよ、吹いてると。鳥寄ってくる。他の国でもそうです。あ、これはぜひ。あとうちにも鳥が寄ってくるんです。うちにも鳥が寄ってくる。秋田のうちにもいろんな鳥が怪我してこう転がってくるんです。実はケアンズのね、ラグーンっていうプールがあるんですけども、うん、その前が、まあ、湿地帯になってるんですよね、うん、あそこは、うん、あそこは実は日本から渡り鳥が来る場所なんです。うん、有名で、結構野鳥の、野鳥関係の人はあそこのラグーンっていうのは重要な場所で、でロシアから日本、日本からそこのラグーンの地帯に行ってまた日本に帰っていくっていう重要な場所なんですよ。すごいな。はい、なんでもしかしたら秋田に行った鳥がのラグーン、うん、そうですよね。それこそそうですよ。見たことあるねがっつって、ちごさんの家に来た鳥がもしかしたらここに来てたかもしれない。うちでママ食ってったとか、ね、ご飯食べてきたとかね。あのママもう一回食いたいなって言ってかもしれないね。そうですね。なるほど。はい、というわけで話がなんかだんだんイントロでしたよね。はい、はい、というわけでこの後ちごさんのインタビューになりますんでお楽しみに。ワクワクジャパニーズラディオオンケアンズ FM 89.1。インタビューコーナー。はい、本日のインタビューはですね、千穂さんという方に来ていただきました。ありがとうございます。はじめまして、千穂です。はじめまして、ね、本当に実は急にねお声をおかけした、はい、というのもですね、千穂さんは先日行われたジャパンデイオブホープに、あれサックスでよろしかったですか。はい、そうです、ね、サックス演者としてまあ、参加されて、で僕も会場にいたんですけども、はい、本当にね、もうすごいソウルフルというか、正直最初の1曲目2曲目は割と聞きやすい、うん、そのなんかレストランでかかるロマンチックな感じのいかにもというかね、サックスの、はい、なんていうんですか、このニューヨークの摩天楼みたいな感じだったんですけども、はい、3曲目かな、すごいこうパッションというか、はい、そのサックスってほらなんかこうキューっていう、なんだろう、この綺麗な音もあるんだけど、割とこう、うん、窮屈ってわけじゃないんだけど、うん、すごくなんか苦しそうな音とか 不協和音的な音を、うん、すごくね、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、こう調和的、なんていうのか、わざとやってるようでわざとやってないというか、すごくこう、うん、感じて、うん、うわすごいなって思ったんですよね。それでもうインタビューしたいっていうふうに思ったんですけども、はい、はい、ということで、じゃあちょっとまず簡単にですね、リスナーの方に、はい、今デイホープにいらっしゃったない方もラジオ聞いてるんで、はい、簡単な自己紹介いただけますでしょうか。はい、はい、千穂、サクソフォンの千穂と言いまして、今回は日本からやってきました。で秋田から秋田出身 で今東京で活動してるんですけれども、以前ちょっとバンドの方でロックバンドというか組んでおりまして、もともとはドラマーだったんですけれども、ハードロックドラマーだったんですけど、あ、それでだなんかありますか。多分そこでびっくりしたかも。うん、その、まあ、言ったらハードロックのディストーションの心地よさというか、特に本当サックスのね、はい、まあ、不協和音だけじゃないんだけど、なんていうのかな、ちょっとそう、こ音で表現できないんで、バイオンみたいな出る、そうです、バイブレーションが、はい、絶対これ気持ちよくてやってるよなと思ったんですよなるほど。そのなんかなんつうのかな、別に出せないってじゃなくて、うん、だから本当にギターでいうディストーションってね、もともとあれって多分どっちかっていうとね、はい、まあ、オーバードライブ気味にやってたのを、割と今ハードロックバンドとかそれこそオルタナって、ね、はい、ディストーションを心地よく聞くみたいな感じがあって、そうなんですよね、なんかそういうなんか
このサックスのなんだろう、このこれすげえいいなと思って あ, ありがとうございます。ハードロックでしかもドラマだったんだ。そうなんですよ。あ、すごいなそれ。そうだから、でひょんなきっかけで、本当にひょんなきっかけでお前サックス吹けたらいいのになって、その前にやってたバンドに言われて、うんうん、じゃあやってみようかっつって、あの独学でサクソフォンを始めて今に至るっていう感じで。あ、なるほど。なので、はい、うん、なのでなんか普通の方がサックス、楽器見た目サックスなんですけど、じゃ あのよくある感じで皆さんこう、あ、サックスなんだ、じゃあどんなのやるの、ジャズフュージョンみたいなの来るんですけど、クラシックでもないし全然そうじゃなくて。あ、そうなんだ。だからサクソフォンの誰かの音に憧れて始めたわけじゃなくて、やっぱりドラマーとかギタリストが好きだったりするので、それが多分サックスにこう出てるようなところがあるのかなと思いますね。なるほどね。でもね、正直最初はそう思わなかったんよ、うん、割と結構トラディショナルな、ね、あのサックスで、ただ、はい、やっぱりね、あの正直ね、最初から弾かされてる感はなかったね。だからそのオリジナルみたいな、なんつうんだろう、このオリジナルです、ね、音の何かを中、あれオリジナル2曲目、なんか2曲目はあの映画の曲、そうだね、はい、うん、そうそうそう、はい、そうそうそう、2曲目はほらローマの休日とかなんとかっていう、なんかひまわり、ひまわりだっけ、はい、なんかカバーだったでしょ。そうです。でもカバーなんだけど、すごくなんかね、自分のものにしてるというか、うん、音の流れがすごくナチュラルだなと思って、 ありがとうございます。うわすごいなって思ったんだけど、でもまあ言ったら結構そのいわゆる典型的というかトラディションな、うんうん、あの奏法だなと思って、はい、それがさっき言った3曲目で、うん、途中の演奏の方 でやっぱロックだ、今思えば、まあ、あのこれ答え聞いちゃったから言うのはずるいんだけど、いいいい、やっぱロックだなと思ったんですよ。うん、そうですね、ロックとかパンク魂はすごくあるので、うん、あ、そうか、そうなんですよ。でそれで、実はそのバンドをやっていた時に15年間バンドやってたんですけど、うん、でその時に実は東日本大震災が起こった時に、そうなんだ、あの、うん、当時の その被災地の方から私たちのバンドを聞きたいっていうのがツイッターだけ、ツイッターしか当時は連絡手法がなくて、うんうん、それを見てから音を届けるプロジェクトを開催したんですよ。でそれで10トントラックを作って、ステージを作って、はい、地元の運送会社と大工さんにステージ作ってもらって、運送会社に運転手とスタッフ用の車を準備してもらって。その時は東京にいたの？じゃあ、いや、その時は秋田にいました。あ、その時秋田にいたんだ、はい、その時はそう、バンド組んでたんで。バンドは秋田のバンドだったのね。そうなんです。あの、そういうふうに被災中 の, あの東北3県全部、太平洋側を回ってました。で電気もなかったので、あの自然なんて言うんでしょう、バイオエネルギーを使って、発電機を使って、だからこう発電機使っても臭くない、あの廃油、天ぷら揚げたような香りするぐらいで、はいはいはい、それも全部準備して、うん、でいろんな地元の企業とプロジェクトを組んで音を届けに行くというのをやってました。かっこいいね。でそういうのがあって、でそれを、あ、まあ、15年間やって、あの、まあ、バンドを続けてきたの で私もちょっといろいろ動きをまた変えたいっていうのがあって、それでそれからソロになって、それで東京に今いるんですね。うーん、今はあのこの間聞いていただいたような感じで、うん、自分が自分の表現を自由に、あ、なるほどね、イモーションを、そうです、まあ、届けるというか、あと間とか、間とかね、あ、はい、なるほどね。あとあのバンドでかき消される音、うん、要は他にいっぱい音があるところを本当に、例えばフリーで吹くときはっていう息遣いも聞こえる。ああ、じゃあ本当にあれなんだね、うん、バンドで やってきたがゆえに、まあ、バンドでできなかったこと、はい、でソロでできることっていうのにフォーカスをして、はい、そうです。そ、確かにそうだね、やっぱバンドっての他の人と介在するから、どうしても音の空間をやっぱり完全にコントロールできないけど、うん、そこにフォーカスしてソロではそういう感じなんですね。もともとバンドが大好きなので、バンドはやっぱバンドの良さってすごくあるんですけど、一人で吹いたことってなかったので、まあ、それもやりたいと。面白いね、はい、それでソロになってから、実はあのチェルノブイリの原発事故で、あのなんていう風向きでこうベラルーシ共和国っていうところがあるんですけど、そこが一番実は被害が多くて、そこにあの実は慰問演奏する機会をいただきまして、去年と一昨年と2回行ってきたんですけれども、その時に実はさっきおっしゃってくださったひまわりをその記念墓地公園で、あのその魂というか、そこで演奏したりとか、うん、させていただいたんですよね。なるほどね。そっか。ということは、まあ、あの
本当にエモーションを、はい、まあそれが癒す癒されるというよりも本当にその自分の正直なエモーションを音に乗せて演奏することで、まあそのなんていうんですか、まあ被災地というかあの311に関して、そうですね、あのまあなんていうんでしょうね、千穂さんなりの、そうですね、まあ表現というかっていう感じなんですね。そっか、正直ね、あの僕もほらあのジャパンデーホープの会場にいて、はい、でこの演奏を聞いた時にそこまではね正直ピックできなかったんですよ、うんうん、ただすごく深いところではね、なんかそんな気がしたんだけど、今こと話を聞くとなんかいろいろな意味でこう腑に落ちてくるなっていう気が、やっぱりこうサックスっていうとね正直んって思 う、 そうです、さ最初はね、まあもちろんその、まあ、そのやり方とかってあんま重要じゃないんだけど、はい、そのやっぱりああいったジャパンデーホップっていう会場でサックスって言った時に、なんでなのかなっていう、まあクエスチョンがポッと出るんだけど、まあ聞いていくと、うん、あっていうのがじわじわ来て、うんうんうん、それがなんかその3曲目で、うん、なんかすごいこうパッション、うん、優しいパッションっていうの、攻撃的じゃない、うんうん、でいわゆるそのパンクとかっていうのはどっちかって攻撃的だと僕は思うんですよね。でもそれはもしかしたらパンクの一つの方法に過ぎなくて、うん、パンクってすごく実は広いと思うんですよ。そうですね、私はパンクって結構平和、うん、愛だと思ってて、うんうん、なんかそれが不器用な人たちがそれを一生懸命訴えてたり、うん、私も同じように深いと思いますパンクって。なるほど、そうなんですよ。というわけであまりにも面白い話なんであっても時間がやってきましたけどもいやいやいいんですけども、はいはい、というわけでこの千穂さんの音をねぜひ、はい、聞いてみたいっていう方のためにどこに行けますかね。あ、ですね、実は YouTube にもアップしてます。あ、 YouTube ある、はい、YouTube どうやって検索すれば、ちほ.artsaxophoneで、ちほ.artsaxophoneあ、ちほ.artsaxophoneでもいいかな、サクスフォン、はい、英語ですよね、でもね。そうですね、うん、なるほど。それか Facebook とかありますか。あります。 Facebook はちほ小川で個人のなんですけど、あ、なるほど。あとブログルとかもありますね。なるほど、あの、はい、ローマ字で CHIHO サックスとかってなんかいろいろ出てきます。わ、うん、かりました、はい、CD 買いたい場合、まあ、CD とか今 CD って言わないのか、音源を買いたい場合そういった購入サイトはございます、はい、あ、そうですね、今ちょっと CD だけなんですけど一応世界中に配信のソウルを100円で買えるサイトはあります、うん、あ、なるほど、わ、はい、かりました。じゃあそれは後ほどリンクを送っていただいて、ね、はい、わかりました。というわけで、もし興味のある方は、Facebook ワクワクラジオのページの方にリンク載せますのでそちらをたぐってみてください。ということで本当に今日はお忙しいところありがとうございました、はい、ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラジオ on Cairns FM 89.1。 はい、というわけで新しい、プログラムというか番組が始まりました。以前ですね、実はインタビューをさせていただいた浦翔子さんと、この度浦、翔子さんがですね、ナチュラパスの資格を取られたということもあるんですが、ずいぶん前からもっと分かりやすいというか、ナチュラパスってなんだろうということをですね、番組でお伝えしたいということを、まあ、話していたんですけども、この度、時間が取れまして、この番組が実現しました。本当に長い間、待っていた番組なので、嬉しい限りです。本当に、翔子さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、すごい、インタビューした時はまだ、学生さんというか、ね、その勉強中で、すごい大変だ大変だっていうことで、ね、お忙しい中聞いていただいたわけですけども、ついに資格も取れということで。取れました。はい。昨年ですね。ということで、まあ、この番組の趣旨はですね、まあ、ナチュロパスっていうのはまず、まあ、インタビューしていただいたんですけども、まあ、まずどういうものなのかということと、何かね、日常生活でそういったことを生かされるようであれば、そういった情報をシェアしていきたいということで、以前ね、お話していく中で、やりたいね、なんて話があったんですけども、やっと実現ということで、はい。はい。じゃあ、まず簡単に、まあ、もう一度、恐縮なんですけども、まあ、自己紹介をいただけますでしょうか。はい。はい。ナチュロパスの浦翔子と申します。昨年、ようやく、ナチュロパスの資格が取れまして、あと同時にヌトリショナルメディスンという栄養学の資格も同時に取りました。で、ケアンズセントラル内にあるチェリーズというゴーバイタの系列のオーストラリアで大手のヘルスフードショップでナチュロパスとして働いています。チェリーズっていうのはゴーバイタでは場所、ゴーバイタの系列なんですけれども、オウンブランディングというか、場所同じですか。同じです。同じ。あ、なるほど。はい、ケアンズセントラル内にあります。あ、なるほどね。へー、はい、そうなんですね。ヌトリショニスト。そうですね、栄養士なんですけれども、ホリスティック、日本語でホリスティック栄養士とかいう言われ方もされますけど。なるほど。じゃあまずこのナチュロパスっていうのをね、ちょっとこうなんて言うんでしょう、子供でもわかる子供でもわかるレベルでわかりました。ですね、ナチュロパスというのは、自然医療療法士、大カイロ医師とか言われてるんですけれども、カウンセリングを通して症状そのものだけではなく、根本の原因から改善していくお手伝いをしています。ナチュロパシーでは体の一部分ではなく全体像を理解するという定義がありまして、実際のカウンセリング、コンサルテーションですね、では体全体の器官の様子を探っていくとともに、環境や精神状態の健康も見ていきます。でトリートメント方法というのは、食事療法、ライフスタイルアドバイス、あとハーブですね、メディカルハーブやサプリメントなどを使って治療に当たっていくという治療法になります。なるほど。これ翔子さんはこのナチュロパスに惹かれた元々の理由ってのは何かあるんですか。元々の理由は、私は最初ヌトリション、その栄養学から勉強していたんですけど、もともと料理がすごく好きで、ああ、よくフェイスブックで美味しそうなね、はい、で栄養学をちゃんと学んでみたいっていうところから入ったんですけれども、その学んでいく時に同じ学校でナチュロパシーの学科もあったので、でハーブのことなどですね、学び始めて、なんて奥が深いんだ、もっと学んでみたいっていうところから始まったわけですね。はい、進路変更しまして。これ歴史は長いですか、ナチュロパスっていうのは。ナチュロパシーの歴史はすごく長いですね。もともとドイツ人医師であるベネディクト・ラストというお医者様がアメリカに住んでいた時に病気になってドイツに帰って、自然療法ですね、いわゆるハイドロセラピー、水療法ですとかエクササイズで、あと食事療法などによって、彼自身が結核だったんですけども、結核を改善したことによってっていうのが一応始まりだった。それいつぐらいですか。これがですね、
19世紀とかです、ね、すげえ、すっごい昔ですね。歴史は古いですね。でそこから、そんな昔から。そうですね、そこからアメリカ、ヨーロッパ独自でいろいろこう進化していって、で今オーストラリアでのナチュロパシーというのはアメリカからその後発展したナチュロパシーが受け継がれたものと言われているんですけれども、本国イギリスからこの植民地時代に来たものも混ざってるって言われてます。なるほど。これ日本のナチュロパスっていうのももちろんありますよね。そうですね、日本でいうとまた伝統医学、東洋、そうですね、東洋医学が入ってくるのね、が入ってくるのがベースで、で独自に発展していってるっていう。独自なんだ日本が。ちょっと、ね、なので、うん、ナチュロパシー、ナチュロパスって聞いても、え、何っていう日本人の方が多いと思うんですよ。いや正直ね、ナチュロパスってね、まあね、僕も聞いたことあるんですけども、その自然医療とかその食事からとかなるとね、なんかね、マクロビって思っちゃうんだよねなんかその辺がこうちょっとごっちゃになってるというか、うん、はい、なんかその学問っていうよりも、え、なんか昔からあったやつなんじゃないのっていう、なんかねその辺がボヤーンとしちゃうんだけど、ね、今聞いてね納得、そっか、もともと、まあ、いわゆるその翔子さんが今回資格を取ったナチュロパスっていうのは、いわゆるドイツの今言った流れというか、そうですね、アメリカから、ドイツアメリカ、なるほど、ね、うん、から来てるもの、ね、来てるものでやってるわけね。どうですか、まあ、もちろん翔子さんは日本で生まれ育ったので、いわゆる日本の東洋医学とかっていう知識もまああると思うんですけども、そうですね、それとこう見てどういう感じ、どういう感じというか、このナチュロパシーの考えでホリスティックという考え方がありまして、全体を見るという考え方があるんですけれども、そういうところは東洋医学にすごい通ずるものがあると思います。このドイツの、まあ、お医者さんもやっぱそういった東洋医学からのフィードバックというか統合みたいなのはあるんですかね。そうですね、彼自身は進めていく上でこう食事療法だったりエクササイズだったりとかいうのは使ってると思うんですけど、その時彼が使ったものは西洋ハーブなんですね。で今私がこの学んだメディカルハーブっていうのは、その西洋ハーブと東洋ハーブ、いわゆる中国から来てるチャイニーズハーバルメディスンが混ざったものになって、やっぱこう独自に進化を続けてる感じなんですね、ホリスティックも。そうですね、ちなみに西洋ハーブっていうの代表的なもの何があるんですか。何がある、そうですね、たくさんありますけれども、日本人でも知ってるものだとセントジョーンズワードなどか、知らないな。結構日本のコンビニとかでもサプリメント売ってると思うんですけど、セントジョーンズワードっていうハーブがあるんですけども、すごい長いですね。これどういう効用があるんですか。気分を上げてくれる、いわゆ る, る抗うつの作用であったりとか、セントジョーンズハーブ、セントジョーンズワード、一番研究も一番されてるハーブだと思います。これもともとどこのやつなんですか。どこに生えてる、生えてるっていうか。そうですね、もうどこに生えてる、そうですね、ヨーロッパですね。あと馴染みがあるのだったらジンセンとか。あ、ジンセン東洋ハーブですか。これはチャイニーズ。あ、これチャイニーズです。ジンセンって人参って書いてジンセンでしたっけ。そうです ね朝鮮人参、朝鮮なんかドリンクありましたよね、まあ、昔ね、あのまんま入ってるやつが、ね、すごくポピュラーだと思います。人参もいろんな種類があるんですけども。あ、そうなんですね。やっぱこういうな、根っこ系のものってなんかすごく健康っていう感じがあるんですけども。そうですね、なんかね、あ、たくさん根っこであったり葉っぱであったり、そうですね、まあ、ジンジャーはハーブじゃないんだろうけど。あ、ハーブなんですか、これ。ジンジャーは、ジンジャーっていうのもハーバルメディスンには入っています。あ、そうなんですね、はい、あとは何ですか、おすすめのハーブ。おすすめのハーブ、今一番自分の中で来てるハーブ、ウコンですかね、日本語で言うとターメリック。ウコン僕毎日飲んでますけど。いいですね、粉にして。最近ここ数年で研究報告もすごくたくさん出ていますし。あら、ウコン、もうハーバルメディスンのプラクティショナーの中でも一つだけハーブを選ぶとしたらっていうと、ウコン、チューメリック。え、そんなにすごい位置に来てるんですか。そうですね、作用、効能作用がすごくたくさんありますね。今サプリメント業界でももう数年すごい、もうどこのサプリメント会社からも出てる
うわ、クルクミンという薬用、そうですね、薬用効果がある。なるほど、これはいいこと聞きました。というところで今回は時間がやってきましたので、ぜひ次回はこのウコンの話をもうちょっと掘り下げていきたいと思います。ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。本トークの時間になります。こんばんは。皆さん本読んでますか？はい、読んでます。私も読んでます。素晴らしい本はいいですね本はいいですね。それではまた来週みたいな感じになっちゃう最短ですね最短だね、本当最短だね、はい、でも心はなんか伝わったみたいな。はい、本はいいですねにね、うん、もう凝縮されてますから。そうですね、はい、本は心のご飯っていい言葉だよね、あれ。はい、うん、あれ、本当ですね、あのフレーズをね、あの見るとね、本買いたくなるんだよ、うん、まるでお腹を空かした子供のようにね。部屋に貼っといてください確かになんか部屋に貼ったらなんかこう、うん、あの食堂、あの家の、あのキッチンにあの、うん、たあの美味しいよ、ご飯美味しいよって言われてる感じで、なんかちょっと家にはいいかなっていう、ちょっとした距離のところでこう言われることで、あの、かなっていう気がするけどね。なるほど。はい。はい、という、わかるような、でも本当にいい言葉ですよね。心のご飯っていうのがやっぱりいいよね。ご飯っていう言葉にやっぱりあれなのかな、日本人は。日本人っていうか、うん。特別な思い入れが。三大欲の一つじゃないですか、うん、食べるということが。で、まあ、その心のご飯、うん、やっぱり響きますよね。でも多分こう王子にはさ、心のソーセージですとかさ、心の、あの王子ビーフですみたいなのが通じるのかな。あービーフパイですとか、うん、あのベジマイトとかさ、はい、うん、なんかね、わかんないけど、まあ、心のご飯って言われるとやっぱりさ、こう おむすびとか、はい、思い出すしさ、なんか日本っぽいですよね、うん、やっぱり。なんかこう農村が見えるみたいな感じだよね、うん、先日あの本のインタビューさせていた方がいらっしゃったんですけど、うん、あのその方がおっしゃっていて、あの日本人のそのなんか文字を読むという、なんて言うんでしょう、文学リテラシーっていうんですか、はいはいはい、うん、それはなんかすごい高い。あ、高いっていうね、でなんか江戸時代の時点でもう 70% の人がなんか本を読めていたというか字を読めていたって言って、それは世界でもなんかこう群を抜いているというか、本当に特別なことらしいです。だからその、ね、もう昔からあの日本人にはその文字を読む文化とか本を読む文化っていうのがそれだけ根付いてるものなんだそうです。すごく興味深いなと思って。なんかね、自分がね、あの初めて大学の時に海外旅行して、その初めて行ったのロンドンで、あの語学研修2週間したんですけど、その時にほらいろいろ話するじゃない、自国の文化についてさ、はい、それで、ね、未だに覚えてるのがね、クラスで日本語って3種類あるんだよって言ってさ、ひらがなとカタカナと漢字って言ったらさ、まあ、はい、びっくりしてたよね。嘘だろって、そんなわけないだろぐらいの勢いだったけど、ほらこっちは当たり前じゃない。まあ当たり前っていうか。今おっしゃって改めてなんか認識しました。3種類あるなって。そうそうそう、3種類あって使い分けてるわけよ。あまり自然すぎて、そう、はい、だからいろいろ聞かれたよね。3種類あるってどういうことだって言うわけよね。うん、そりゃそうだよね。うん、いや、ひらがなはまず基本ひらがなっていうのがあって、まあこれは50音みたいなもんだと。でカタカナっていうのはどちらかというと外来語、はい、外国から来た言葉に使いますと。そうですね、漢字っていうのはこれは中国から来たものを、まあ、ちょっと、まあ、長い期間でリミックスというか、ちょっとこう手を加えたものもあればそのまま使ってるのもあるけど、基本的には日本 の読み方と、まあ、当時昔の中国の読み方があるって言ったらもう嘘だっていう感じだったもんね。ほんとそれでね、あの一つの例を出したわけ。自動車っていうのを書いたわけね、例えば、はい、中国、あ、まあ、漢字でね、自動車って、でこう、はい、うん、まず書いた時点でうおーって言うんだけど、嘘だろって、友達だってその時のやつ隠してもう一回書いてみろとか言われたからね、俺自動車を
試されてるよ俺みたいな。で、まあ、隠したって書けるじゃん。で書いて、しかもこれどういう意味かというと、字っていうのはこれオートの意味だと。で点っていうのはあの、まあ、サーキュー、なんか、なんつうの、なんか、まあ、回るっていう、スピニング、スピニングの意味だと。で、シャはウィールの意味で、だオートスピニングウィール、カーって言ったら、うわーってみんなしたよね。すごいって、うん。この、ジュンさんのプレゼン能力がまた素晴らしい。あ、そう。なんか、やっぱ海外に行くとさ、そういう視点になってくよね。ね、改めて自分の国をさ、人に説明するってなった時に、うん、っていう、そういう視座が現れる、あ、視座が見つかる、そういう考え方が見つかるのが多分 旅の醍醐味かなって気がするよね。うん、旅して初めて気づくもん。そうなんですよ、ね、出てみてしか分かんないこと。そう、日本にいたらこんな発想ないよね、きっと。うん、本当ですね。そうなんですよね。ということで、面白い。はい、じゃあ今回はね、ぜひ、はい、トミンゴさんセレクションを、はい、はい、今日どんな本を、はい、そうですね、最近なんかちょっと普通の小説が読みたいなって、すごく普通の小説クレービングに入った時がありまして、で今日ご紹介する今日の、一冊はピンクバスという角田光代さんという女性の作家さんの小説でございます。ごめんなさい、僕小説本当に弱いんですけども、角田さんはなんかよく見る方ですよね。はい、この方も本当賞を割と総なめといいますか、うん、新人賞から、まあ、もちろん直木賞も取ってらっしゃいますし、婦人公論文芸賞とか、ロボの石文化賞とか、川端康成文学賞とか、もう純文学の感じだね。もっともっと本当いろんな作品で、そうなんです、そう、純文学の賞を受賞してらっしゃいます、うん。で映像化されているものも、あります、たくさんありますし、うん、8日目のセミっていうなんか女の子をちょっと誘拐して逃げるっていう映画があったんですけど、うん、それはかなりヒットして、小説もものすごく売れてるんですね。とか、まあ、映像化もされてるし、大人の女性の方にとても人気な作家さんです。なるほど、はい。でこの方のこのピンクバス、これはもうデビューに近いぐらいの頃に書かれたので、25年とか前かな、結構前の作品なんですけれども、中編で日常のなんかシーンなんですよね、割とこう舞台は、うん、でご夫婦がいらっしゃって、その奥さんが、妊娠が発覚するんです、うん。それで、それはなんかこう彼女はやっとその落ち着けると言いますか、ほっとするんですけれども、ちょうどその安心して旦那さんに妊娠したよみたいな話を告げたりするそのタイミングで、旦那さんのお姉さんがふらってやってくるんですね、うん。でそのお姉さんがまた不思議な、ちょっとなんかこう奇妙な方で、ちょっとこう住み着いちゃうんですけれども、んそれで住みついちゃうんです。ああ、住みついちゃうわけね、お姉さんが。はい、うん。で、その妊娠の時期って結構不安定じゃないですか。そうだね、精神が。ちょっとこの時期には住みついてほしくない時期だよね。はい、うん。そういうのもあって、彼女の心は揺れていくんですけれども、うん、それでなんかこの主人公がですね、結構過去にいろんな人生の中でいろんな役割を演じながら生きてきているんですね。で今はそのちゃんと奥さんで結婚して安定しててっていう役割なんですけど、ある時期はものすごく不良になりたくてなった時期があったり、ある時はすごくもうなんかこう清楚な女性を演じてみたり、なんかこう誰にでも多分そういう、うん、今こういうモードの時期ってあると思うんですけど、うん、なんてちょっとヒッピーっぽい、うん、なんかこう時代があったり、なんか真面目に勉強した時期があったり、みんなそれぞれあると思うんですけど、なんかそういう感じで彼女がこれまでに演じてきた人生の役割、そういうのをこう精神がかき乱されることによっていろいろ思い出していくんですね。なんかそのとっても不思議な世界なんですけれども、この角田ワールドに一
き込まれていくという、なんか物語自体は本当に平坦なんですけど、うんうんうん、そうだね、うんうん、まあ、平坦というか設定も割と誰にでも起こり得る設定なんだけど、はい、それがじわじわとやっぱりこの、はい、なんつうの、うん、日常な描写なだけに一つのズレがズレを呼びみたいな、あのなんかね感じってやっぱ小説ならではの表現だよね。ですよね、うん、なんかちょ僕読んでないかわからないけど、なんとなく今トミングさんの説明聞いてるとね、最初は本当に、はい、あ、よくある、よくあるというかね、うん、あのところが一つの違和感から違和感を呼び、どん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 っていうね感じが、ある意味でそれは怖いよね、怖いというか、怖いです、ホラーっぽい感じにも一瞬思うことがあったり、なんかやっぱこういう日常のシーン、多分ドラマチックな話ってね結構いろんな人が書ける、書きやすい小説なんですけど、うん、日常のこの淡々としたシーンをこう苦痛なくスーッと読ませる技術ってやっぱりこう才能がやっぱり素晴らしい作家さんならではなので、うん、ちょっとそういう文学のなんて言うでしょうね、うん、クオリティを楽しんでいただくのにとてもいい中編かなと思いました。なるほど、はい、確かにそうだよね、やっぱり共感がそこそこにこう散りばめられてないと読めないよね。そうなんですよね、ちょっとした描写でもさ、それないな、それないなって続くと、あ、もういいわってなるじゃない、うん、そこにちょっとした表現あるなとか、ね、うん、そういうのがやっぱりさすがこのなんていうのかな、あの実力のある作家さんってそこがうまいよね。ちょっとした例えば空の描写とかさ、はい、あ、そういう風にやるんだ、うん、みたいな、なんかねその黒くなる場合があるんですよ、やっぱ新人さんとかだと、うん、その描写にしてもなんですけど、それをこうくどくなく、うん、くどくなくね、でもさらっと、ね、なんかこう違う、うん、はい、ただ空が青いっていうだけじゃなくて、うん、違う言葉でこう伝えてくれるっていう、そういうのを楽しめる、はい、作品なので、はい、もし小説の気分になったらぜひ読んでみてください。わかりました、今回も楽しい本、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ワクワクジャパニーズラディオオンケンズ FM89.1。 コモトーク、こんばんは。さて、あ、ごめんなさい、かぶっちゃった。はい、こんばんは。あの、マキさんにコモトークのありてもらいました。ありがとうございます。いえいえ。さて、今回も始まりましたコモトークでございます。今週は、先週に引き続き、なんだっけ？タスマニア？そう、タスマニアの、今日は動物の話しようか。そしたら、先週山だったからね。うん、はい。そう。で、私どこまで話したっけ。あのグレードルマウンテン登ってきて国立公園行ったんだよって話だったよね、うんうん、そうそう、あのね、そのクレードルマウンテンって山の周りの一帯が国立公園になってるんですよ、うん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 、まあタスマニアの原生林が望めるすごくいいとこなんですけど、うんうんうん、で山登んなくてもそのねレイクダブっていう湖があるんですよ、その国立公園内に、うんうん、その周りをこう歩けるボードウォークになってたりとかして、うん、だから結構大人から子供まで楽しめるとこなんだよね、うん、いいよ、しかも動物いっぱいいるしね、すごい野生の動物だっけ、しかいないっす姉さん。犬でも犬とか猫とか、あ、いない、そういえばいない、でもてか、まあ、あの辺はまあほらきっとダメよね、普通の 家ないよね、確か当たり前だけど、だって国立公園内ってさ、あ、そうかそうか、そうだよね、うんうんうん、だからもう自然の動物しかおらん、あ、そうかそうだ、そういう人、そうだね、そうそう、だから泊まれるホテルとかももう決まってくるよね、あー、なるほどね、うん、あのだから泊まれるホテルそれこそ10個もないんじゃないかな、へえ、ちっちゃい、土地自体はでも大きいんでしょ、めちゃめちゃ広いよ、広いけど、ただあのやっぱ制約が結構いろいろあるじゃない、ああいう国立公園とかって、うん、だから、うんうんうん、あの泊まれるところは限られてくるかな、うん、そうなんだ、普通のホテル、普通のホテル、まあロッジだったりとか形はいろいろだけど、うんうん、何か所かあるよ、へえ、ペッパーズがあった気がする、あ、そう、ペッパーズか、あそこは一番その国立、ペッパーズってまあホテルグループなんだけど、うんうん、ペッパーズのホテルっていうかクレードルマウンテンロッジとかがあって、そこが一番やっぱりその、うん、国立公園に近いかな、へー、まあ、でもそこね予約取れなかったの、あ、そうなんだ、もう人気なんだ、
人気だと思う。やっぱ高いんだよ結構。あと普通のホテルルームとなんだけど、やっぱでもやっぱ高いかなあそこは。そうなんだ、うん、あとまあでもロッジもあるのか。部屋タイプがいろいろ何種類かあるんだけど、うんうん、そこは取れなくて、私はその一個向こう側、ビジターセンターの向こう側にある私はウィルダネスロッジでとこ泊まったんだけど、うんうんうん、まあでもあの辺でもまあまあどこ泊まってもまあ動物は見れる。へえ、うん、あの国立公園内はそのちゃんとツアーとか、うんうん、あとはもしかシャトルバスで入んないとダメなんだけど、あの夕方になるとねめっちゃウォンバット出てくる。あれって夜行性なの？夜行性みたい。だから夕方以降にしか出てこない、うん、でも私行った時それこそほら天気悪かったって話したじゃない、うんうん、先週山行った時さ、で曇ってたからやっぱりこうなんだろう、暗い、ちょっと暗いじゃない、うんうん、だから結構割と早い時間から出てきてた。へえ、うん、それこそ4時ぐらいから出てきてたよ。結構草食べてた。あ、そうなんだ。逃げない。普通にいるんだね。普通にいる。あんま逃げない。結構じゃあ人慣れしてんだね。慣れちゃってんだと思う。結構観光客もみんな写真撮ってるから、うん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 、もちろんね、まあ、触ったりはね、うんうん、しない方がいいんだろうけど。噛まれるとか？あれはしないんじゃない？よっぽど変なことしない限りは。でもやっぱほら一応野生の生活とさ人間の生活は違うからさ、うんうん、そこはちゃんとなんだろう距離は置いた方がいいよね、うんうんうん、人間の食べ物とかさ食べようとしたりはしないんだ。味を知っちゃえばするんじゃないかな。うん、まあ、でももちろん草食だから肉とか食べないだろうけど。あ、そうか。でも生ゴミとかさ、うん、なんか鳥とかさたまになんかつつくよね。そうそう、怖いじゃない。うん、けどまあウォンバットは今のとこないんじゃないかな。うん、その辺にゴミとか捨ててないし。あ、そうなんだね、うんうん、そうだからもう毎なんか2箱ぐらいしたんだけど、その周りには、うんうん、山の毎日ウォンバット見てもう大変だったよ私変態じゃないかって思うぐらいウォンバット見てたね。そんなに好きだったんだ。もう可愛くってもうやばいじゃん。なんかのずんぐりむっくりな体がたまんなくないですか。もうよくわかんない。わかんない。嘘。あの可愛さわかんない。わかんない。嘘。私オーストラリアの中のなんか動物の中で一番ウォンバットが可愛いと信じて疑ってない。へえ、ぬいぐるみみたいだよね。でもそう、ぬいぐるみが歩いてる感じ、うん、で逃げないからさ、もう、まあ、へえ、それこそさもう目の前さ頬服全身でさ私さ近寄ってってさもう見つめてたもんずっと。逃げないんだそんなん。でも私が見たところに逃げなかった。もちろん警戒してたから私のことチラッ、うんうん、チラッて見ながら草食べたけど、うんうん、逃げてない。へえ、その子のお家も見つけちゃった。え、家族がいたの？家族がいるっていうかね、こうなんかね穴が開いてて木の根っこのところにねぐらになってた。へー、うん、もちろんどこかは言えないけどプライバシーの問題があるから言ってもでも分かんないよ。分かんないけどね。でもほらそういうとこさ下手に映しちゃうとさみんな観光客そこ見に来ちゃうじゃん。え、目立つの？まあでも周りにさ例えば道とか看板とかがさ映っちゃうとさどこだか特定されちゃうじゃん。あ、でも結構じゃあ分かりやすいとこなんだ。めちゃくちゃなんかもう、うん、林の中にあるとかそういうんじゃないんだね。まあ森っていうかブッシュの中ではあるんだけど、うんうん、たださ周りに映ってるさ例えばさ山とかさちょっとしたさ岩とかのさ感じでさ、うんうん、分かっちゃうじゃん下手したら。この辺だって特定しちゃう人いるでしょ、うんうんうん、だからあんまり特に私インスタとか載せるときは、うんうん、そういうとこは載せない。へえ、じゃあめちゃくちゃドアップとか。うん、ドアップで撮って動画撮ってインスタにはそこは載せた見たかも。見たでしょ、うん、そう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 。あとはねハリモグラがいた。あー、おっきかったんだっけ。30センチぐらい、うん、こんぐらい。大きいね。25センチぐらいかな。結構でかいよね。でかいかな。でかいよ。私予想して、うん、これぐらいあったかな。でも予想してたのより私ちっちゃかったよ。私もっと亀ぐらいでかいんだと思ってたから怖いよね。怖い怖い。だから、あ、割とちっちゃいじゃんと思って。へえ。あの子、ほんと逃げない。そうなんだ。うん、まあ、多分襲いかかったらのなんかね頭こう隠して針逆立てるんだろうけど、うんうんうん、私ずっと近くで見てたけどひたすらアリンコ食ってたよ。アリの巣にこうなんだっけあの顔鼻、うんうんうん、鼻の部分をこう突っ込んでこうなんか探ってた。一心不乱に探ってたなんだろうねあれは。アリを食べてんだかアリの巣の何か食べてんだかちょっと分かんないですけど。なんだろうね、うん、ね、可愛かったよ。すんごい必死なんだもん。ふかふかふかみたいな感じでほんなんかけなげだよねやっぱ野生動物を見てると、ね、そうそう。なんかそんなことしてても1時間以上外にいるから気がついたらさそうなんだ。野生の動物見ててもう大好き。
飽きなくない？そうでもないか。うんうん、そんなことない。なんかごめん、私一人でどうでもいいこと結構話してる。そんなことないけど、私がね、これ趣味の問題で。なんかさ、野生動物って見てるとさ、気がついたら1時間とか2時間とかさ、時間が過ぎてんだよね。てか私野生動物見たことがない。え、嘘。うん、オーストラリア住んでて蝶々とかは見るけど。いや、それは見るけど、ケアンズ多いしね、いろんな蝶々ね。うんうん。でもカンガルーとかいるじゃん、普通に。あ、でもそこまで行かないかな。行かないか。うん、たまに なんか車運転しないんだけど、助手席に乗っててるんだけど、見るだけ。あー、そっかそっか、運転しないと確かに。そうかもね。カンガルー行くといるとかあんま行かなく、行かないな。まあ、ケアンズからだと上のビーチ、うん、スミスフィールドより向こうに行かないといないんだよね。あそこあんま行くことないから。そうだね、しかも夕方にならないと出てこないからね、あれもね。あ、そうなの。昼間はなんか割と、まあ出ているけど、うん、そんな活発的じゃないじゃん。やっぱり夕方なんか活発的だから。だからよく引かれちゃうんだよね、夕方ね。あの辺？そう、気をつけないと引いちゃうから、夜絶対あそこ通らない、私だから。怖いね、結構でかいしね。あれ、私一回引きそうになったことあって。でもそれこそでも分かってたから、いるのは。だから、そんなスピード出さなかったからよかったんだけど、うんうんうん、そうそうそう。ね、そんなこともあり。うん、タスマニアではさすがに引くことはなかったね。うん、当たり前だけど、うん。でもやっぱりあの辺、あの夕方運転するときは、うんうん、やっぱりいることが分かってるとこはさ、もう、うんうん、本当にもうスピード落として運転してる。へえ、ね、そうだね。住宅街とかに出なかったの？住宅街とかさ、街とかにはやっぱああいうのいない？タスマニア？うん、街ロンセストンの街は、うん、私実はさ、街にさステイしたことないんだよ、ね、あ、そうなの？あの前に、それこそ今回じゃなくって、うんうん、前回か前々回行った時は、あのなんだっけ、タスマニアのホバート、うん、って町、まあ、なんだろう、なんだろう、キャピタルシティじゃなくて、なんだっけ、あの首都じゃない、なんだっけ、クイーンズランドだったらブリスベンみたいな。クイーンズランド、ブリスベンがあれ、なんかあれシティじゃん。で、なんだっけ、キャピタルシティ的な意味、日本語出てこない。まあいいや。まあホバートに泊まったのさ、その時もはいなかったかな。鳥いたけど、ある程度ウッシュとかないと出てこないんじゃない、やっぱり。そうなんだね、うん、街にはやっぱいないよね。ちょっと離れるといるけど、うんうんうん、まあそんな感じかな、タスマニアは。でも野生動物好きな人はぜひ行ってほしいね、うんうん、絶対好きになると思うよ、マックさん。絶対好きになると、もうハマると思うよ。どうかな。あ、ダメか。私犬と猫触ってれば幸せだから。身近な幸せってことね。そんな感じかな。はい。あら、もうなんか気がついたら時間になってる。早いね。動物の話で10分話しちゃった。まあそんなとこかな。まあ次回までタスマニアの話続くかな。もうちょっと話したいかな。はい。じゃあ、まあ今週はこんな感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。現在、私たちと一緒に井戸端トークに参加していただける方を大募集中です。はい、メッセージはこちら。ワクワクジャパニーズラディオ FM89.1 の Facebook ページまでお問い合わせお待ちしております。お待ちしてます。ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM89.1。ワクワクラジオ、今週も聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。このワクワクラジオは、マルティカルチャープログラムといいまして、全員ボランティアでやっております。皆さんのサポートが非常に大切になってまいりますので、よろしかったら、まあ、番組を聞いてですね、いただけると非常に嬉しく思ってます。そうですね。うん、はい。で、このワクワクラジオの前がですね、ワクワクはまあ、毎週月曜日夜7時からなんですけども、その前の番組は6時からで、Excuse My French というフランス語の番組になってます。はい。そしてそのワクワクの後、この後はですね、クックアイランドの番組が2時間あります。2時間も ?2 時間あります。はい。あとは、まあ、火曜日は、イタリアの番組が6時からあって、あとはタイとかね、水曜日はタイが6時から、そして、8時から、カントニーズですね、番組があったりですね、あとはサモアとかイースタンティモー、ね、PNG、本当にいろんな番組がありますんでね。まあ、たまにはちょっと違う言葉というか、ね。まあ、英語でも一部解説が入ると思いますんで、うんうん、よろしかったら聞いてみてください。大体夜になるんですかね。マルティカルチャープログラム、基本的に夜ですけども、サタデーかな。
サタデーはお昼からやってたりとか、うんうん、土曜日は比較的日曜日のフィリピンのプログラムもまあ2時からやってたりとかしますね。基本的には6時からになってます。はい、はい、ということで、本当にねよろしくこれからも、サポートご支援のほどご支援のほどよろしくお願いいたします。 Thank you for listening for WAKWAK Japanese Radio on KANZ FM 89.1. We are a totally volunteering teams and we are very very seeking for your support. It's very important we have supportingand to sustain our multicultural society. So our WAKWAKU Japanese Radio can start from 7 p.m. So before our program, we have from 6 p.m. it's called Excuse My French. It's French program. And after our program, we have Cook Islands. And we also have Tuesday and Italy program and Wednesday Thai and Chinese Cantonese and Samoan program on Thursday and Filipino program on Sunday. So we have a couple of the range of the multicultural programs.So please listen and please tell your friend to listen to the program. Thank you for support. See you next time.